70ってチビだよ。いや、あんま言うなよ。これが、何だよ。これから侵入者が2人やってくる。なんだって。そのたびに俺らは何をするんだ。家守んなきゃ。そうだ、その侵入者からこの家を守らなければならない。そうだ。ってことで、うん僕たちは家を守りたい。この家を守りたいの。俺の家だから。大体この家を荒らしてる。噛んだね。うん、いつもこの家荒らしてる。アズシとガチヤマ。そうなんだよね。彼に、彼、はい。はい。何これ彼らにはね、本当に手を焼いてるんですよ。焼いてるね。その二人がね、これから家に来るわけですよ。はい、はい。ちょっと、お仕置きというかね。まあ、お仕置きというか、もう、殺します。そうだね。これからこの部屋に、パン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 って赤外線をね。ちょ、俺もやらしい。いいよ、やっていいよ。パン。これ絶対切るでしょ。これから紐で赤外線をこの部屋にそこら中に張り巡らすんで、この入り口から奥まで来てもらうんですけど、赤外線に当たった瞬間、一番端にいる俺がこの銃であいつらを撃っちゃいましょう。ということで早速やっていきましょう。タイム。赤外線を張り巡らさせていきたいと思いまーす。いきましょう。いや、これ相当むずいよ、マジで。で、あいつらは、そっちの入り口から入ってきて、この赤外線に触れた瞬間、俺はこっから銃で、もうアウトよ、もう。で、ゴールは、俺のこっち側にある壁にタッチしたら終わり。そういうルールで、あいつらを待ちましょう。ひえ。まだよ。入れ。おいし。入れば。おいし。入れ。靴を脱げ。靴を。おいし。靴を脱げ。靴を。おっ。上着とバッグ。おい。やれたー。やれたー。やれたー。気が潰さない。気が潰さないで企画を。何をするんだ全く分かんないけど。じゃあ。全然分かんない。二人のこの手をこの二人で両方でね。これガムテープで繋ぐ。え？ちょっと待って。ぐるぐる絶対外れないでしょ、外れないに。いやぁ。前立て。あ、何それ寄り添ってんの。待って待って、なんか持ってんだけど。持ってない。お前らには、この赤外線をくぐり抜けて、こっちの壁までタッチしてもらう。ただ、くぐり抜けるまでに、この赤外線に触れた瞬間、この銃でお前ら撃つ。やべぇガチ怖え。わかったな。おい。実弾じゃないよね。実弾です。ファイナルティ。待って待って待って。なんか怖い怖い怖い。あ、待って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 。時間が全然違う。くぐり抜けるぞ。さあ、慎重に行け、慎重に行け、慎重に行け。待って、やばいやばいやばい。俺勝ったか。待ってよ、母ちゃん。母ちゃんちょっとやって。時間短い。ちょっと待って待って待って。おい、触れ、おい、触れてるよ。ああ、そこそこそこ。違う、俺が当たってる。俺が当たったんだ。俺が当たったんだ。協力することが大事。ちょっと待って、待って、当たっちゃって。いいね、いいね、いいね。あ、いいね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 。こうに。あ、ずいぶん。あ、ずいぶん。ガイドして、ガイドして、これをガイドして、右足気をつけて。うっしょ、せんか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 せんもっとしゃがんで。俺最初の声。待って、座ってもいいぐらい。そういうこと。背中が荒らきだよ。よしよしよし。いや。絶
チームあー、皆さん2人で一緒に触って、まとめ、そして最後、せーの、バイバイ。